はい、どうも、うみです。本日は、ある日男の子に告白されたらというゲームをやっていこうと思います。はい、もうタイトルがめちゃくちゃ面白そう。もうすぐね、このタイトルに惹かれてね、もう開いてましたね、このゲーム。で、この女の子みたいに可愛らしい子が男の子なんだよね。で、この子に告白されたらっていうゲームなんですけども、燃え袖なんかしちゃってね、もう女の子より普通に可愛い。めちゃくちゃ可愛いよ。やっていきましょう、スタート。なんか、ね、普通にオッケーしちゃいそうだけどね。主人公は男の子なのかな？このゲームには残酷な描写があります。はい、皆さんお気をつけください。残酷な描写があるそうです。そんな雰囲気ないけどね。放課後、下駄箱の中で手紙を見つけた。はい。宛名はなく、気持ちを伝えたいので校舎裏で待っていますと書いてあった。流行る気持ちを抑えつつ、校舎裏に向かったのだが、やっぱり誰もいないか。森田すぐるくんっていうんだ。じゃあやっぱ男の子だよね、多分。森田すぐるくん、いたずらだったのかな。ため息をつき帰ろうと、歩き出したその時、はい、声がついてる。キャーって言ったよね今。あら、かわいいわね。かわいい。もう女の子、かわいい。めっちゃかわいい。ぶつかった相手は校内でも有名な天宮イオンだった。天宮イオンちゃんっていうの、もうすごい名前も可愛い。いや俺の方こそごめん。天宮は視線を下ろし、俺の手に持っている手紙を見ると微笑んだ。あら、その顔もいいですね。あれ、あ、びっくりした。声、あしか言わない。さっきもキャーしか言わなかったけど。あ、その手紙読んでくれたんだ。じゃあ天宮がこれを、うん、かわいい。全部喋ってほしいよ。そうなの。それでね、僕ずっとゆうくんのことが好きだったの。僕っ子かわいい。かわいいよ僕っ子。この見た目で僕っ子もかわいい。ちょっと一応セーブ、あ、スキップじゃない、セーブ、セーブとかあるの、データセーブあったね、あった、はいはい。だから、付き合って、あ、ゆうくんって、すぐるくんか。だから付き合ってください。俺は驚きから言葉を失った。ずっと前からと言われても、隣のクラスだし、接点がない。なるほど。天宮イオン。どこにいても目立つ有名人。それは見た目が可愛いというのもあるけれど、天宮が男だからだ。最近は性別に寛容な考え方が広がり、学校でも男子が女子の制服を着ることを認められて、あ、これ制服なの、もしかして。可愛い制服だな。いわば天宮は学校公認の男の子だ。天宮のことはそれくらいしか知らない。でもなんか全部ね、手つきとかこの肩幅も狭いしね、女の子みたいだけど。やっぱり無理かな。天宮が俺の顔を心配そうに見つめている。俺は、付き合おうしかないじゃん、選択肢。ハッピーじゃないのそれ。はい。付き合おう？ダメ？よかった。付き合おう？もうこれ、ゴール、もうゴールじゃない？本当に？うん。一応言っておくけど、僕、男だよ。でも胸ない？これ、胸。この胸は何？持ってる？うん、知ってる。有名人だし。まあ、可愛いもんね。絶対中身もいい子そうだし。そうだよね。僕、学校で悪目立ちしてるもんね。悪目立ちじゃない、可愛い。いや、可愛いからだよ。それに、告白されて嬉しかった。告白されてすぐに好きになるわけじゃないけど、お互いいろいろしていけば好きになれる気がする。俺は同性だと知っていても、告白されたことに嫌悪感はなかった。天宮の見た目が好みだったというのもあるかもしれない。わあ、まあね、めっちゃ可愛いよね。まあ、誰にでも受ける顔っていう。本当に？うん、だから付き合ってみよう。嬉しい。絶対断られるって思ってたから。天宮は噛み締めるように言った。同性という不安の中、告白した天宮を思うと可愛いなと思える。可愛い笑顔！その笑顔を守りたい、私は。今日一緒に帰ってもいいかな。もちろん。じゃあ手もつないでもいい？あー、かわいい。いいよ。はい。スグルはどんな見た目なんだろう。俺は天宮に手を差し出した。天宮の小さな手が俺の手のひらに触れる。それから俺たちは順調に交際を続けた。喧嘩することもあったが順調だった。
高校生活を共に過ごし、無事に、あ、もう卒業までしちゃった？大学は別々になったが、離れるのが嫌で同棲を始めた。早いな。交際している間、些細なすれ違いもあったが、不思議なことに性別は全く気にならなかった。まあ、こんだけ可愛かったらね。そして、俺は大学卒業のめどが立ち、早い早い、天下で早い。もう高校卒業して、ぴょん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 、大学生になった。あ、タイトル画面の服になってる。萌え袖になってる。足細っ。かわよ。イオン、ごめん、また？うん、僕も今来たところ。それより、急にどうしたの？デートしようだなんて。実は渡したいものがあって。お、指輪？俺はポケットから先ほど購入した小箱を手渡した。はっ、プロポーズじゃないこれ。これって。小箱の中にはダイヤの指輪が入っている。イオンは箱から取り出すとまじまじと指輪を見つめていた。イオン、俺と結婚してほしい。同性婚がまだ認められていないことは分かってる。でも、これからも一緒にいようって気持ちを形にしたかった。素敵！これはもう素敵をすぐる。楽しい時も辛い時も共に分かち合いたい。これは嬉しいんじゃないの？ごめん、俺の気持ち重かったかな。そんなことない。嬉しくてびっくりしちゃったの。嬉しい？うん、すっごく嬉しい。でもね、だって高校卒業して大学も卒業のめどが立ってるから、ずっともう4年5年経ってるってことだよね。かわいい。声かわよ。こちらこそこれからもよろしくお願いします。そう答えたいイオンの目尻には涙の粒がにじんでいた。それから半年後、俺たちは教会で身内だけの挙式を挙げた。あら素敵。それはとても幸せな一日だった。はい。え、ここがどういう展開になるんだろう。その日の夜、ふと目が覚めた。隣で眠っているイオンが寝返りを打ったようだ。ね、ゆう、すぐるくん、寝てる？俺は寝ているふりをした。驚かそうと思ったのだ。寝てるかな？なんかやばい。ちょっと怖いかな。え、大丈夫？結婚式、いろんな人に祝えてもらって嬉しかったな。高校生の時、勇気を出して告白してよかった。すぐるくんが僕のことを受け入れてくれて本当に嬉しかったな。ああ、びっくりした、びっくりした。なんか、ブラック、闇が出たかと思った。もし気持ち悪がられたり、からかわれたり、裏切られたら、僕自分でもどうなってたかわからないな。ああ、でもブラックだね。ブラック出ましたね。いいですね、この表情も。やばい、キモータみたいな反応してる。あの時の僕はどうしても、すぐるくんを自分のものにしたから。自分のものにしたから、はい。独り言にしては物騒だ。でもそれだけ思われているのだと思うと悪い気はしない。あー戻った。よかった。いつもの戻ったよ。でも今は本当に幸せ。すぐるくん大好きだよ。驚かすつもりが本当に眠くなってくる。薄れゆく意識の中でふと思う。告白されたあの時、気持ち悪がったりからかったり裏切ったらどうなっていたんだろうと思う。まああくまでも仮の話だし、今は俺も幸せだからいっか。なんかフラグ立てんじゃん。おお。エンドゼロ、全工程を見たため選択肢が増えました。なんかこれ絶対やばいやん。やられてるじゃん。全工程を見たら、なるほど、こっからどんどん分岐が増えていくって感じなのか。え、面白いですね。え、続きから始めたら見れるのかな。はい。いや、さすがに無理か。選択肢が増えました。来ました。冗談じゃないと思ったら無理だという、付き合おうという、え、付き合おうっていう、あ、選択肢あるか。これか、付き合おうという、これはいいのか。じゃあちょっと怖いけど行ってみる。無理だという言ってみようか。はい。どうなっちゃう。無理。あ、悲しい。この表情やだ。なんか顔悲しい。え、そもそも雨宮って男でしょ。うん、普通に考えて無理でしょ。うわ、な、すぐる、なんで？さっきまでね、これまあパラレルワールドみたいなもんだろうけど、同性に告白するなんて理解できない。っていうか気持ち悪い。すぐる、この世界のすぐる。あ、もしかしてこの告白って何かの罰ゲームだったりする？あの、それって。つまり俺をはめようとしてるのかってこと。誰か覗いてないよな。俺はキョロキョロする。
してないよ、そんなこと。それならいいけど、それならいいけどさ。俺は、かかとを返し、雨宮をその場に残して帰宅した。うわー、これはもう、ひどい。どうなっちゃう、雨宮ちゃん。いやー、絶対ついてきてるよね、これ。その夜、コンビニへ行くために家を出た。今日は本当に散々な目にあったな。歩きながら告白されたことを思い出す。断った時、雨宮はとても傷ついた表情をしていた。ま、でもあれくらい言わないとわからないだろう。雨宮は俺の男の俺に告白してしまうようなやつだ。その気持ちを全く理解できなかった。いや、好きって気持ちは関係ないじゃん。見た目だってそうだ。女子の制服を着て化粧だってしている。いいじゃん、美意識高いの素敵なことよ。雨宮という人物を俺は詳しく知らない。まあ、知ってからね、恋にね、まずはお友達からでいいじゃん。突然告白されて理解しろという方が難しい。あなたは最初の世界ね、もうすぐに付き合おうってなってたよ。だからきっぱり断った。曖昧に返事をして勘違いされては困る。口先だけの共感なんてできない。それでも両親は痛む。ため息が無意識に漏れた。ふと暗く人通りも少ない道を歩いていると、少し先に人影が視界に入った。気になって目を凝らしてみる。ひぃ、ひぃ、ひぃ、ひぃ。そこに立っていたのは雨宮だった。あーい。雨宮がうつろな瞳でこちらに向かって歩いてくる。とっさにやばいと思った俺は背を向けて道を走った。あー、走ってる走ってる、逃げろー、すぐるー。はっはっ。角をいくつか曲がった後、足を止めて息を整える。雨宮は気づいていないはず。それにここまで来れば大丈夫だろう。振り返ると俺の後ろに雨宮が立っていた。早い早い、雨宮ちゃんついてくるの早いな。手にはハンマーを持っている。ハンマーは持ってないね、この立ち位にはさすがに。ねえ、どうして逃げるの？俺は思わずその場で尻餅をついた。恐怖で声が出ない。雨宮はうつろな目で俺に近づいてくる。どうして答えてくれないの？ひどい。あ、かわいい、今の言い方。ひどい、かわいい。繰り返す雨宮の声を聞きながら答えることができなかった。視線はハンマーから離すことができない。ハンマーが振り上げられる。やめ。あ、いた。あ、いたたたたたたた。最後に見た光景は雨宮が不気味に微笑んでいる姿だった。あー、もう血がついてます。これが見たんだね。さっき最初のエンディングでなんかあったよね、血がついてたの。ズキズキする頭の痛みで目を覚ました。いって。頭に触れようとすると、冷たい何かが頬に触れる。手首に繋がれた鎖、あー、監禁されちまった。あたりも見渡す。知らない部屋だった。机とベッド、本棚に教科書。必要最低限のものしかない。窓からは光が差し込んでいる。そうだ、俺、雨宮に襲われた時の記憶をゆっくりと思い出した。頭を殴られ、気を失っている間にここへ連れてこられたのだ。ここは雨宮の部屋なのか。慌てて定火星を外そうとした。しかし、びくともしない。鎖もベッドの足につながれているらしい。ベッドから起き上がることもできなかった。くそ、外れない。なんとかしようと鎖を引っ張ったり、ベッドの木枠に手枷を打ちつける。しかし、壊れる気配はない。もう終わった。ああ、怖い、この開ける音。遠くで扉が開く音がした。音からして玄関の鉄扉だろう。恐怖で全身から汗が出てくる。まあ、そんな状態目覚めたらやばいよね。部屋のノブが回るのが見えた。制服姿の雨宮が扉の隙間からゆっくりと顔を出す。あー、かわいい。かわいいからなんかちょっとほっこりしちゃったんだけど。あ、すぐるくん起きてる。おはよう。おはよう、かわいい。雨宮、お前、一体どういうつもりだ。こんなところに監禁して犯罪だぞ。大きな声を出したが、雨宮はキョトンとしていた。すぐるくんが悪いんだよ。僕のこと理解できないって言うから、それなら理解してもらえるように努力しようと思ったんだ。言ってる意味がよくわかんねえよ。じゃあわかるように簡単に言うね。僕のこと好きになるまで、
ここから出さない。うわー、ブラックイオンちゃん、ブラックイオンちゃんが来ましたね。かっこいい。何言ってるんだよ。お前頭おかしいよ。大丈夫だよ。おかしい僕も一緒にいれば理解できるようになるよ。まあね、もうイオンちゃんとしかね会話できないとかそういう状況になったらもういる思考も停止するだろうしね。何を言っても会話にならない。絶望して俺は天宮と話すのをやめようと思った。そうだ、ユウ、スグル君はお腹空いてない？今日家庭科の授業でマフィン作ったんだ。もう学校にも行けなくなっちゃったな。天宮はベッドに近づき、カバンからラッピングされたマフィンを取り出した。そういえば昨夜は夕飯を食べていない。お腹が空いていて嗅覚が敏感になっている。食べ物の匂いに俺のお腹がグーッとなった。お腹空いてるんだ、ちょうどよかった。はい、あーん。天宮がマフィンを近づけてくる。俺はマフィンを。なーに？ここでも分岐あるの？え、どうする？え、絶対横に振るだとバッドエンドで。いや、まあこっちももうすでにバッドエンドだけど、一回抵抗してみようか。いらない。そう。俺は雨宮を睨みつけた。監禁するようなやつの作ったものなんて怖くて口にできない。まあ確かにそれはそうね。毒とか入ってるかもしれないし、さすがに殺そうとはしないんじゃないの？毒なんて入れるわけないよ。雨宮は残念そうに肩を落とす。わかった、監禁してるのは本当だし警戒されるのは仕方ないよね。雨宮はマフィンをしまい立て上がる。そのまま部屋から出ていこうとする。その時俺は体の異変に気づいた。あのさ、何？あー、トイレに行きたいんだけどさ、この鎖外してもらえないか？そんなんで外してくれるんだったらこんなとこ連れてきてねえわ。わずかに感じ始めた尿意に俺は恐怖していた。この鎖を外してもらえないことには起き上がることすらできないのだから。ダメ。あー、こういうのでどんどん壊していくんだろうね。お手洗いなら僕が手伝ってあげる。風呂桶も持ってくるから待っててね。おい。雨宮が部屋から出ていった。俺は慌てて手足をバタバタさせ、最悪。あー、終わったね、スグル君。やだ、逃げないから、お願いだから鎖を外してくれ。あ、まだ終わってなかった。え、これどうなるの？その場で漏らすか、雨宮に手伝われるかの二択になり、俺は後者を選んだ。惨めで悔しくて泣いた。お前頭おかしいよ。お前とは絶対分かり合えない。そんなこと言わないでよ。こんなひどいことされて誰が好きになるんだよ。嫌いだ、お前なんか大嫌いだ。嫌い？あ、やばい、もうそんな怒らせるようなこと言うな。雨宮の表情が曇る。思ったよりも嫌いという言葉を気にしているようだ。もしかしたらこの状況を打破できるかもしれない。そうだ、嫌いだ、何回でも言ってやるよ。いや、ね、縛られてる状態であなたどうにかできるわけないじゃん。嫌い嫌い大嫌いだ。俺は半ばやけくそに叫んだ。そっか、あー、悲しい表情になってる。嫌われちゃったんだ。どうしてこんなことになっちゃったんだろう。本当にただ好きなだけなのに。知るかよ、お前は頭がおかしいんだ。本当に好きなら相手の幸せを願うものだろう。そんな風に思えないよ。勇気を出して告白して断られて、でも諦めきれなかった。まあ断った理由がね、ちょっとスグル君さっきのひどかったからね。スグル君が他の誰かと付き合っているところを想像するだけで耐えられないの。僕誰よりもスグル君のことを好きな自信があるもん。だから僕のこと知ってもらえたら好きになってもらえるかもって思ったの。無理だってば、男同士なんだから。どうしてダメなの？男同士だって付き合ってる人もいるんだよ。それはまあね、対象がもう完全に絶対女の子しか好きになれなかったら、まあそれはそれしょうがないけどね。それに僕は見た目だって女の子に負けないくらい努力してる。負けてない、そこはもう本当に負けてない。雨宮の言う通り、見た目は女の子にしか見えない。普通の男がそうなるためには努力していることは想像にたやすい。俺が言いよどんでいると雨宮は泣き出してしまった。女の子に生まれたか、うわー、なんか辛い。そしたら好きになってもらえたかもしれないのに。悲痛な雨宮の言葉に俺は、待って、なんか思ったよりさ、なんかひどいことしてこないからすごい、
え、もうなんかこっちの雨宮ちゃんにね同情しちゃう。ちょっとさすがにかわいそうだと思う。ちょっとかわいそうだと思った。確かに雨宮が女の子だったら違っていたかもしれない。あんな風にひどい言葉で振ったりしなかっただろう。さめざめ泣く雨宮が不憫で言葉を探す。慰めも虚しく泣き止む気配はない。諦めきれないもん。次を探すくらいならいっそ一緒にしなんだね。ダメだよ。雨宮はそう言うとベッドに乗り上がった。俺に馬乗りになり首に手を添えてくる。次こそ女の子に生まれてくるからね。生まれ変わってもすぐるくんを絶対探すから。やだやめてくれ。愛してるよ。雨宮の手に力が込められ苦しくなる。手足をバタバタさせるが雨宮には届かない。だんだん酸欠で意識が遠のいてくる。僕もすぐにそっちに行くからね。雨宮の声を遠くに感じながら俺は意識を手放した。あーなんかねちょっと同情するとか言っちゃったけどダメだダメですね。あー無理心中エンド3。怖い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 。あれこれ何終わった。なんかBGM がすごく感動ものの BGM だからなんか全然ね違う変な雰囲気今のそんな感動ものというよりほんとヤンデレエンドだったからね。あーはい終わりましたね。とりあえずエンド0とエンド3を回収しました。はいちょっと次回またね違うエンド回収していきたいんですけども、いやーそれにしてもでもやっぱり可愛いからなんか許せちゃう。